どうもこんにちは。本日なんですけど、マインクラフトゲーム実況やっていきたいなと思います。ということで今日なんですけど、ちょっとサバイバルでちょっとやってみましょう。ぜひ皆さん、僕ね、マインクラフトやっぱりいろんな人とやりたいなと思ってるんで、フレンド申請とかお待ちしてます。ちょっとサバイバルモードいきますと、前回ね、僕クリエイティブモードでやったら、なんか視聴者の方からね、クリエイティブモードでやるのはダメだと、サバイバルモードでやれみたいなことが来ましたんで、ちょっとサバイバルモードでやらせていただきます。皆さん一緒に楽しみましょう。あとツイッター、インスタ、TikTok もやってるんでね、動画下概要欄リンク載せときますので、フォローよろしくお願いします。ではね、ちょっと今からこれいきますか。なんこれ、どこで割ってんの俺が。なんこれ、あ、穴掘ってるんか。怖いな。大丈夫。なんこれ、なんこれ、やばいやつだ。見た、こっちか、これか。ちょっと肉食べよう。ちょっとね、大丈夫これ。大自然って感じよね。雨降ってる、すげえ。雨降ってるやん、雨降ってるよ。降ってますね。何これ、ふざけんな。何これ、すげえすげえすげえ。やばい、そんな。そういうのってさ、怖いよね。どこ？どっから来てるの？さあ、どうやって倒したらいいねんかよ。薄くね、めっちゃむずいね。おい、ゾンビ来よったぞ。やばいって、ちなみに待って、弓矢はえぐい。水中が安全やな、やっぱり。水中ってそう思ったら安全なのかもしれへんな。なるほどね。だからその魚はさ、水のとこに逃げてきたっていうか。いやでもね、もともとは魚なんですよ、人も多分。生き物ってよくできてるよね、こうやって見たら。しゃあ、家作りたいな。サバイバルモード生き抜くん大変やで、ほんまに。これ
おい、何これ、こいつ何、これ何も、ね、これ逃げんな、あんなキャッチングしたのに、なんか、なんかさ、これ一生懸命カメラ集めたやつをさ、なかなかきついよね。これいつも思うんやけどさ、きつくない。よし、あ、軽くなってきたな。こうやって見たらさ、いかにしてこのサバイバルを生き残るのが大変かっていうのが分かるよね。やっぱりなんか全部さ、なんか作ってるようなあれがあるんよね、原理っていうか。水が入ってきてる。お、昼になってきたんじゃない？朝になってきた？ですね。買ってこいよお前。あ、消えた。お、太陽。さてと、野生動物よ。何この民族は。ちょっとね、豚を借りに行くか。こう思ったらさ、すごいよね、人類の進化って。何もない野生のとこからさ、今の状況まで発展したわけやからさ、で何だったんやって話になるよ。しゃあ。人類もともとみんな友達。野生動物なんてみんなもともと友達やねんからさ、仲良くしようやぜ、もう。それは違う。なんか、何？なんかすげえな。なんか木をさ、こうやるってすごくね。来た、これ誰や。
誰これ誰これ、ふざけんな。ちょっと食べようか。気使いたいな、気。おお、すごい。攻撃的すぎる。やっつけてしまえ、このやつは。コースってなんか音楽出てきやな。昔ってだからね、人類こんな感じだったんでしょうね。まあ、当たり前ですけど、服とか着てないのかね。もう人類の進化すごい。なんか今思ったらさ、2000年ぐらい前までさ、なんかその原始人みたいなことしてたのにさ、なんで急にさ、この宇宙とかに行き出すね。やばくね。宇宙に行くあたりからしておかしいでしょ。おいね、これ。お。ちょっと水の中行こう。もしかして先住民族か。先住民族かな。でしょ、この辺でちょっと家作ろう。洞窟に家作りましょう。ゾンビが襲ってこないように。じゃあこの辺に作りましょう。上に行け。ここかな。ダウ。おお、いいね、こう。ちょっとここに城を作るか。
この一番高いところは私がもらう。いいんじゃない？ここやね。頂上。ここにちょっと城でも作るか。どうやって作ればいいんや。こんな感じ。おお。なんかそれっぽいな。なんかそれっぽいのができてきてる。いいんじゃないこれ。いいね。いい感じなんじゃない？これで。ちょっとね、これ。材料取りましょう。外敵が来ないようにね。外敵が来ないように段差を高くするっていう作戦でいこう。人類って頭いいな、やっぱり。外敵が来ないためにね、こんなことしとくんですよ。こんなの作っといたらあかんの、ここに。おお、すごくないこれ。ちょっと待って、これ早くせんと敵来るな。ちょっと早く作らんと外敵来るぞ。やばいな。バリケードあったった。大丈夫ですかこれは。
渋谷城。かっこいいなこれ。敵も入ってこれないんじゃない？で、人類の進化や。やっぱね、僕思うんですけど、こうなんか城を一つ作るのとかでもさ、なんかこう木を切ったりさ、設計図を取ったりっていう、これ全部自分でできるからさ、やっぱこれすごいな、マイクラ。これ発明した人すごいと思うわ、本当に。思いませんね、さ。なんてすごいんや。お、いい感じで。ニックはやばいな。なんとか。おお、すげえ。これさ、多分誰も襲えないっていうね。ちょっと穴も掘っていくか。せっかくやからな、ほら。よし、完璧やろ、これ。結構いい感じに出来上がっておりますね。こんな感じで。なんかおるけどさ、なこれ。でな。
完全に白。いいね。お、朝になってきたんじゃない？好きか。お、太陽昇ってきた。動き出します。動き出す。こいつを。やめて。あー死んでも絶えないかい。ちょっと待ってね。え、これってさ、もしかしてさ、もしかしてやけどさ、とりあえずこの辺ちょっとやってまおう。でもちょっとやってね、夜の越し方分かったわ。このトリピオフン、お、我らの城があった。我らの城よ、城めっちゃ高い、いい城やな、これ結構いいよね、この城。見た目よくしていこう。おお、この城なんかでもいいんじゃないですか。
どうよ。この城いいでしょう。これで多分敵も入ってこれないから。問題はさ、どうやって入るかやな。どうやって入るか。入るときだけじゃ潰すっていうスタイルでいく。ここを掘ることによって入るっていうね。わしの障壁を。かっこいい。そこへ。よし、じゃあちょっとここにね、地下の抜け道でも作るか。これさ、一夜抜けただけでも結構でかいな。ということで、ちょっと次回はね、さらなる城とかを作っていきたいなと思ってますね。うん、こんな感じで、結構これでさ、もう多分、ゾンビに襲われることはなくなったんじゃないかな。どうですか、皆さん。いいと思いません？いいと思う？じゃあ次回はね、ちょっとこの辺の城をさらにちょっと鍛えていこう。城壁を築いていきます。もうすごい面積やっぱ広げたいな。やっぱ面積広げたいよね。なんか権力者みたいなこと考え出してるからこれ。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。次回もまたね、この辺ちょっといろいろと自分の城とか動物とかを作っていけたらいいかなと思っております。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。今後もいろいろやっていきますので、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。またツイッター、インスタ、TikTok もやってるんでね、動画下概要欄にリンク載せとくんで、フォローよろしくお願いいたします。ではじゃあね。